今日はスポーツオーソリティさんでキャンプの楽しみ方をお伝えしたいと思います。行ってみましょう。いやちょっとしたことがないんですけど、すごいしたいです。興味はかなりあります。こんな大きいテントあるんですねけどこんだけしっかりしてるテントあったらね、僕みたいに家族持ってても十分だと思いますね。しかも子供が相当喜びそうですね。おしゃれですよ、なんかすごい。スノーピークは僕も知ってるんで。広っ、めちゃめちゃ広い。ここ開けていいんですか。あら、光っちゃう。うわ、広いっすね。すごい。へえ。しかも僕の好きなコーヒーが。あ、そうなんですね、はい、僕の中でちょっとまだそのコーヒー、キャンプといえばコーヒーまだちょっとしたことないんでわかんないですけど、なんかかっこいいですね。ではコーヒーを入れていきたいと思います。あ、コーヒー入れますね。ちょうど去年コロナ期間にハマって一式揃えたんですけど、まあ、ただ自宅では電動ミル使ってるんで、このミルを使うの初めてです。すごいなんか引いてる感あってすごい楽しいですね、これだけでも。あ、もう朝ですね、朝と昼ですね。基本的には夜飲んじゃうと僕眠れなくなるんであ、いいですね。なかなか良さそうですね。もう自分の感じでいいんですかね。僕は30秒蒸らしますまあそうですね、ネット検索しまくって30秒っていう意見が多かったんで、はい、そうなんです。なんか結構はい、いろいろ細かいとここだわっちゃいますね。コーヒーもまだ初心者なのに無駄にいいものを揃えたりとか、そこからちょっと形から入っちゃうかな。僕もちょっとスイッチ入ったら相当買い揃えちゃう気がします。料理はちょっと結婚してからちょっと遠ざかってますけど、たまには作って、最近はカンジャンセウ、エビの韓国料理、まあ、あれやって嫁が喜んでくれました。何でもいけますね、クックパッドさえあれば分量ちょうど良かったです。それではいただきます。お、いいですね。結構ちょうど良かったです美味しいです。あ、いいですね。やろう、買ってこう今日、はい、ちょっと始めます、キャンプ。ぜひ、じゃあキャンプの世界に、はい、行きます